あの男の正体がヤバすぎます。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回はハンマ修辞についてお話をしていきたいなと思います。最終決戦が始まってからマイキーの回想シーンだったりとか、新一郎くんがタイムリーパーっていうことが判明して、今最初の世界戦が描かれているっていうのがあるんですけど、じゃあハンマは一体何者だったのかっていうのが全くわからない状態になっているんですよね。このままハンマについて何も説明されずに、ただの謎の人物だったっていう風に終わっていくのかっていうので、最近のコメント欄では結局ハンマって何者なんていう、そういったコメントをねいただいたりもしているわけなんですけど、じゃあこのハンマが一体何者なのかっていうので今回話をしていくんですが、ハンマといえばずっとキサキに協力していた人物だったんですよね。そしてキサキに関してはタイムリープの存在を知っていたけど、キサキ自身はタイムリーパーではなかった。じゃあキサキの周りにタイムリープを知っている人物がいるっていう風になってくるんですけど、普通なのであればタイムリープについて考えることっていうのはないはずなんですよ。タイムリープについて頭の中で考えるっていうことは、身近なところにタイムリープについて知っている人物がいるからっていう風になるはずなので、まさに今回の270話で描かれている新一郎くんに関してもマイキーを助けたいっていう気持ちはあるけど、タイムリープなんて頭にないから時を戻してでもマイキーを助けたいみたいなことは最初考えていなかったわけですよ。でもそこから和歌のお店に行ってチンピラたちがタイムリープについて話しているのを耳にしたからこそ、タイムリーパーに会ってマイキーを救おうっていうそっちに進んだはずなんですよ。そうなってくるとキサキがタイムリープについて知っている時点で、近くにタイムリープのことを知っている人物がいるはずなんですよ。それがやはりハンマなのではないのかっていう風になってくるんですけど、じゃあハンマがタイムリーパーなのかっていう部分でいけば、ハンマに関してはタイムリーパーではないのではないのかっていう風に思うんですよね。ハンマの通り名である死神の英語がリーパーっていうので、そのタイムリーパーと繋がってるんじゃないのかっていう部分はあるんですけど、ハンマがタイムリーパーだとすると未来の状況を知ることができていたわけですよね。そうなってくるとキサキに協力しているハンマが未来のことを知っているのであれば、キサキにその未来の情報を伝えていたはずなんですよ。でも過去のキサキって未来の状況を全く理解していなかったんですよね。未来のことを知っているのであれば、自分がヒナに振られること、ヒナを自分のものにできないことっていうのを理解しているはずなんですけど、関東事変の時に竹道に追い込まれた時に俺は失敗するんだなっていう風に言っていたので、未来のことを全然知らなかったんです。そうなってくるとキサキは誰かから未来のことを聞いているわけではないっていう風になってくるので、キサキの近くにいるタイムリープのことを知る人物、そいつ自身はタイムリーパーではなかったのではないのかっていう風になるんですよ。そしてそれがハンマなのであれば、ハンマは一体何だったのか、ハンマに関してはトリガーだったのではないのかっていう風に思うんですよね。まあハンマがタイムリープに関係している人物なのではないのかっていう部分に関しては、まず一つは23巻の裏表紙ですよ。23巻の裏表紙でハンマは線路の上に座っているんですよね。でやはりこの線路とか電車とかっていうのはタイムリープとめちゃくちゃ関係があるんじゃないのかって話を最近しているので、タイムリープそのものが電車を表しているのではないのかっていう話をしていたんですけど、電車が駅と駅の決まった区間を行き来する、それがつまりタイムリープみたいな、そういった感じで表されているのではないのかということで、竹道の行っているタイムリープに関してもナオトをトリガーとした場合は12年前と12年後を行き来するっていうので、この12年間の間を過去と未来行き来するっていうのがあるんですよ。でそのための切符がナオトなのではないのかっていうところで、ハンマに関しては線路の上に座っているわけですよ。座っているということは線路上にいるハンマの位置はずっと変わっていないんですよね。タイムリーパーなのであれば時間という線路の上を行き来することになるはずなんですよ。でもハンマはその上を止まっているということで、ハンマの役割は駅なのではないのか、つまりそのタイムリープの先を固定するトリガーになっていたのではないのかっていうふうに思うんですよ。じゃあハンマは一体誰のトリガーだったのかということで、竹道のトリガーであったっていうことはないので、可能性として考えられるのは新一郎くんかおっさんになってくるんですけど、ハンマがね新一郎くんのトリガーだった場合、マイキーを救いたくて新一郎くんはタイムリープをしているので、トリガーとなった人物もマイキーのことを救いたい、あの日のことを変えたいと
思っている人物のはずなんですけど、ハンマーはそんなこと思わないはずなので、ハンマーがもしマイキーを救いたいと思っていたのであれば、83構想とか血のハロウィンとかクリスマス決戦関東事変でマイキーのことを貶めようとしていたあれがかなりの矛盾になってくるんですよね。そうなってくると新一郎くんのトリガーではないっていう風になってくるので、実はあのおっさんのトリガーがハンマーだったのではないのかっていう風になるんですよ。今描かれている最初の世界戦が2004年ということで、その頃のハンマは中3になってくるんですよ。でその次の年の2005年にハンマはキサキと出会っているわけなんですけど、番外編の中でハンマは2005年の時にチンピラ10人をたった一人でボコボコにしていたんですよ。その描写と今回の270話の最後のページ、新一郎くんがお店に来ていたチンピラたちを一人でボコボコにしている、このシーンの一コマが全く同じような構造で描かれているんですよ。ハンマーは左手でチンピラの髪の毛を掴んでいる、そして新一郎くんも左手でチンピラの髪の毛を掴んでいるわけなんですよ。なんでいきなりこの二人の描写がリンクしてきたのかっていう部分で考えてみたら、新一郎くんがチンピラをボコっていたのは2004年の出来事なんですよ。そしてハンマーがチンピラをボコったのは2005年だったということで、この二人の描写には1年のズレがあるわけなんですけど、新一郎くんは2004年にチンピラたちをボコボコにしたことによってタイムリープのおっさんの元に連れて行ってもらうんですよね。そして新一郎くんがこのおっさんの存在を知った理由っていうのは、この新一郎くんがボコボコにしたチンピラたちだったわけですよ。でハンマーがもしおっさんのトリガーだったのであれば、前回の動画で言ってるのがタイムリーパーは同時に2人は存在できない、そしてタイムリープっていうのは継承されていく力であって、元のタイムリーパーが次のタイムリーパーに力を託すことによってタイムリーパーが移り変わっていく、そして元のタイムリーパーは次の世界線では生きることができないのではないのかって話をしていたんですよね。そうなってくると新一郎くんがこのおっさんに会ったことによってタイムリープの力をもらっていく、そうなってくると次の世界線でこのおっさんは生きられないんですよね。でもトリガーであるハンマはおっさんがタイムリーパーっていうことを知っているわけですよ。だからこそハンマはタイムリープして戻ってきているはずのおっさんのことを探そうとするかもしれないですけど、すでに過去で死亡した人物になってしまっているので見つからないんですよ。でしかもトリガーなのであれば記憶が書き換えられるっていうのがあるので、おっさんが死んだ世界線になったっていうことを途中で察知する可能性もあると思うんですよ。でその原因が何なのかっていうことまでを知るかはわからないですけど、なんでタイムリーパーのおっさんが過去で死んだことになっているんだっていうので、ハンマの中でそれは疑問になってくるはずなんですよ。そしておっさんはトリガーが今ないからタイムリープできないっていうことをチンピラたちに言っていたわけなんですけど、タケミチが過去から未来に戻ってきたタイミングでナオトとタケミチって一緒にいないことが多かったんですよ。二人で会うのが難しい未来もあったわけですよ。東京卍會の幹部になっていたタケミチと警察のナオトが簡単に会うわけにはいかないということで、カズトラがタケミチを連れてきてナオトと会わせた。そして二人きりになるためにわざわざタケミチのことを逮捕していたんですよ。あそこまでしないとナオトとタケミチが二人きりになることができなかったっていう未来もあったりもするので、今描かれている最初の世界線ではタイムリーパーであるおっさんは未来に帰ってきたけど、トリガーであるハンマと簡単に会えない状況になってしまっていたっていう、そういった状況だったのではないのかっていうふうに思うんですよ。まさにそれはタイムリーパーのおっさんがホームレスになってしまっていたからっていうのであれば、ハンマと簡単には会えなかったっていうふうになってきますけど、ハンマはトリガーであるからこそおっさんの存在は分かっていた、でも見つけることができなくて知らん間に死んでしまっていたっていうので、ハンマって色のない世界に対して退屈していたんですよね。でもそこからキサキと出会って世界に色がついたっていうのがあったんですけど、ハンマが世界に退屈していたのが生まれてからずっとなのかっていう部分で考えてみると、それはやはり違うと思うんですよ。キサキと出会う前には別の楽しみがあったと思うんですよね。そのキサキの前の楽しみっていうのがトリガーという存在だったのではないのかっていうふうに思うんですよね。タイムリープに関わることによってハンマは楽しみを得ていた。でも新一郎くんがタイムリーパーになったことによっておっさんが死んでしまった。それでハンマは自分の人生の楽しみを失ってしまう。そうなってきた場合に番外編でハンマがボコボコにしていた10人のチンピラですよ。新一郎くんがボコボコにしたチンピラたちに関しても和歌のお店に団体で来ていたんですよ。そうなってくるとあのチンピラたちも10人ぐらいいた可能性もあるので、もしかすると2005年にハンマがボコボコにしていたチンピラたちっていうのは2004年に新一郎くんがボコボコにしたチンピラたちだったのではないのかっていうふうに思うんですよね。
ね。そのチンピラたちが新一郎くんがいる場所でタイムリープについて話さなければ新一郎くんはおっさんの存在を知ることはなかったんですよ。で、新一郎くんがおっさんに会ったことによってタイムリープの力が継承されておっさんが死んでしまった。つまり元をたどると新一郎くんにタイムリープの存在を教えることになってしまったあのチンピラたち、あのチンピラたちのせいでおっさんが死んでしまった。それによってハンマの楽しみを失ってしまったっていうところで、それを気づいたハンマは2005年にあのチンピラたちを一人でボコボコにしていたのではないのかっていうふうに思うんです。で、その時にチンピラをボコった後にハンマはダリーっていうことを言っていたんですが、タイムリーパーであるおっさんが死んでしまった、そしてそれが自分の楽しみだったのにそれがなくなってしまった、ダリーっていうそういった意味だったのではないのかっていうふうに思うんですよね。でも結局その直後に幼いがハンマに会いに来て、お前に会いたがってる奴がいるっていうのでキサキと出会ったっていうところで、結局そこからまた楽しみには出会うわけなんですけど、その前にはトリガーとなることによって楽しみを得ていたのではないのかっていうふうに思うんですよね。まあただそれでハンマがタイムリープの力を新一郎くんに引き継がれたっていうことを知っているのかどうかはわからないですけど、新一郎くんがマイキーを救うためにタイムリープをしていた、それによっておっさんが死んでしまったっていうことを知っていたのであれば、キサキに協力するという形でマイキーの心を折ろうとしていたけど、実は元からハンマがマイキーのことを恨んでいた可能性もあるかもしれないので、まあ、そこがどうなってくるのかっていうところでもありますけど、ハンマはタイムリープに関わるトリガーだった、そしてそれも23巻の裏表紙に繋がってくるっていう風になってくるので、ハンマの正体はこれから新一郎くんが会いに行くであろうタイムリーパーのおっさんのトリガーだったのではないのかっていう風に思うんですよね。はい、ということで今回はハンマ習字についてお話をしました。ぜひこれについて感想とかありましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回で良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。その他次の動画でしましょう。